はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカ M3 と並んでですね、人気のレンジファインダーボディ、ライカ M4 になりますね。はい。ご覧の通り、はい、ライカ M4 のシリアルナンバー1213656ですので、1968年製造のドイツ製ライカ M4 ということになりますね。中期型と言えるモデルだと思います。はい。では外観から見ていきます。はい。外観はですね、ご覧の通り、まあ綺麗な状態だと思いますね。軍艦部に、こういったところによくありがちなすれ、へこみなど見当たりませんし、ナンバーの上にちょっと見えるこの傷程度です。はい。あとはサイドにひどい当たりへこみは見られないですね。こういうところによく当たりがあったりするんですけれども見られないです。こちら側の端っこに、ちょっとこういった、小当たり程度がある程度ですかね。この辺にも、ちょっと、凹んだところが見える程度ですね。はい。この辺で。はい。この程度ですかね。はい。はい。あとは綺麗ですね。はい。フロントも、メッキのスレなど見当たりませんし、マウント部も綺麗です。はい、スイッチルームも綺麗ですね。サイドにストラップの跡などなく綺麗ですね。こちら側も綺麗です。はい。底部ですけれども、細かいすれは見られるものの、三脚の跡とかケースの跡などなく綺麗ですね。はい。背面も綺麗。バックドアの塗装もしっかり残っております。はい。アイキャップも綺麗ですね。はい。ということで、全体的に概ね綺麗な状態であると言っていいと思いますね。はい。で、針側の状態ですけれども、こういった欠けたり、剥がれやすい部分もしっかりとしてますね。サイド、バックドア部分、こちら側、サイド、正面も、針側、こう浮いてパキパキもしてませんし、欠けもありませんので、100% 綺麗な状態だと言えます。はい。では続いて、ファインダーですね。ファインダーも、前面から見て、バルサム切れや、ホコリ散り、素材の劣化、黄ばみ、ほこりつりなど見られないですね。接眼部から覗いても、バルサム切れ、ほこりつり、黄ばみ、汚れなど見られたらずに綺麗な状態です。はい。もちろんカビとかですね、そういった問題はないです。はい。ブライトフレームも、フレームセレクターとレンズの脱着できっちりと可変しておりまして、薄くなったり消えたりとかですね、してないですね。はい。で、パララックスも正常です。はい。ピントの20像もくっきりはっきりとコントラスト強く出ておりまして、縦ずれなくしっかりとピント、フレーミング、全く問題のない綺麗なファインダーということになっております。はい。はい、続きまして、シャッターのチェックに行きたいと思います。はい。シャッターは、1回巻きで、はい。低速の1秒からチェックしていきますね。はい、1秒。はい、いいですね。はい、安定して切れております。巻き上げもガリガリ感とかですね、重くなったり、戻りが悪かったりせず、スムーズに、滑らかに切れて、巻き上げております。はい。次は2分の1秒ですね。はい。2分の1秒も、はい。安定して切れております。次が4分の1秒。はい。いいですね。はい。低速シャッターに、シャッター膜の遅れとかですね、粘りなどないのがお分かりいただけます。はい。続いて125分の1秒の中速シャッター。はい。いいですね。はい。これもしっかりと切れています。はい。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。はい。ここで、このセルフタイマーチェックしていきますね。レバーをぐっと下げていただいて、このスイッチでスタートいたします。途中で弱くなったりしないでしっかり動いてますね。はい。はい、ここでシャッター切れまして、はい、最後まできっちりと動作しております。はい、底蓋部分を外していきまして、はい、内部にも、サビや素材の劣化、腐食などないですね。はい、バックドアもスムーズに開閉して、
中身も綺麗ですね。シャッターマークも白くなったりヨレヨレになったりせず綺麗な状態です。はい、じゃあここで1000分の1秒チェックしていきます。はい、1000分の1秒いいですね。一瞬向こう側の景色が、はい、見えていると思います。はい、ということで1000分の1秒もきっちりと空いているのがお分かりいただけますね。はい、はい、底蓋も、はい、しっくりと閉まってまして、はい、硬すぎたりとかですね、こう緩かったりしてないですね。はい、付属品がこちらのボディキャップになっております。はい、ということで、ライカ M3 と並んで大変人気のレンジファインダーボディ、メカニカルシャッターと、メカニカルボディですね、ライカの人気レンジファインダーボディ、ライカ M4 通気型になります。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。